チャオス。どうも、バルダです。今回はワワワワーン。リベンジでございます。リベンジでございます。石の方だいぶ貯めてきました。柿に柿集めてだいぶ貯めてきました次第でございます。あで前回の動画でこの方当たりましたけれども、ね、今ちょっと新年集会で身の方を厳選している途中でございます。水溶きっすね。いつも俺これでやってるんで水溶きで。まだちょっとこの身だと微妙ですかね。微妙ですかね、まだ。これのね、まあ、LL とか出たら、まあ、サイヤンドコかな、火力特攻で、サイヤンドコかなっていうことで、厳選途中でございます。こちらでございますよ、こちらで。ちょっとね、こちらの方が来ておりますけれども、私、こいつ、この水の方しか持ってないでございますけれども、セオですね。この方しか持ってないけども、期間限定ということで、まあ、こちらでしょということで。で、なんと35個で、星玉が、44でございますので、ワンチャンあるかなということで、理想を言えば、6連、7連引けるから、どっかしら1回で、このどちらか、この方か、この名前、なんていうんだろう、空間ユーマっていう人かな。と、この方、ゆういちさん、なんとかゆういちさん。どっちかを素で引いて、どっちかを星玉で引くというパターンの流れを狙っております。で、あと、この方が、あともう2、3体欲しいかなって感じですね。まだ1体しか出てないんで。ということで、狙っていきますそう。ということで、ポチッとな。シングルで確定につけたら熱いっすね。で、ね、昨日の動画では確定室出ましたけれど、もっさい。どうかな？はい、普通でございました。普通でございました。なら、あの星4号の方。お前出すぎだって、だからね、出るならあの方、もう一人のね、星4号の方がいいですって言っとる。こいつばかり、もう落差事故っすかね。ヤバタニエンでございます。さあ、来て、来ないということで、パッチもしろ。普通ということで。なかなか厳しいかな。いや、あなた出すぎだろ。昨日の動画でもね、ちょっとね、こいつに偏りすぎじゃねみたいな。こっちの方出ないんすけど、全然。こっちの方も星4号やからさ、せめてあと2体欲しいんやけどさ、やっぱ、コラボ星4号ね、やっぱ使いますから、せめて艦隊分はね、パッチリしてね、機内のね、普通でしかないですね。もう逆に神引きですね。今こいつしか出てないんだけど、シングル3回引いてこの方しか出てないということで、ちょっとやばいですね。こいつだけでもラック90ワンチャンありそうっすね。さあ、確定演出は引けないと。確定演出やっぱシングルだとなかなか引けないよね。はい、おやっと来てください。この方は許す。この方は星4号だけど許す。まだ2体目なんで。許す。この方だけかな、星4号でも許せるのは。シングルで確定値いけたら熱いけど、無理でございますね。そら甘くはないでございますね。はい、関係ない。関係ない方来てますよ。筋トレしちゃってますよ。筋トレケトルスさん、これ多分素で引く方は無理やな。もう星玉多分たまりませんね、これ。はい、はい、ダメですね。出ないですね、やっぱり。確定演出は引けずという。いや、せめてそっちじゃないから。あなた出すぎだから。偏りすぎからの星玉。ここで確定引けると熱いですけどね。ここで演出引けたら熱いですね。パッチリしない。普通で。これでも星、関係ない星子が出る説。ありますね。やっぱりそうだー。誰か知らねえし、しかも。消費。だっけ、こいつ。あ、こいつ俺、発芸かな多分。こいつは強いんですかい、ん
スーとく詰めになってますな、私。私きつ、まあ、ラスト1回なんで引いちゃいますけれども、引いちゃいますけれども、これ多分コラボ星の登録は多分消えないかな星玉で期待してるの、星玉が確定じゃないですか。でかっ攻めて外れるならってか、あなた出過ぎ割れたということで、こっち出て欲しかった。まあまだちょっとね、まだ期間もちょっとありますから、なんとかかき集めて引けなくはないと思いますけれども、ちょっと微妙な結果ということで、結構集めてきたんですけどね、ねえということで、はい、習得順になっておりますね。ねえ、1,2,3,4,5 5? は？はって言われるんですね7連中5だから、もうね8割方はもうこいつだけで埋まってますね偏りすぎワルタということでこいつ、この方もね、あの星4号でさ、あのね結構使いますから、できればね自分でね、あの3体以上用意できた方がいいか、まあできれば4あった方が確実やからさ、フレンドも準備設定した方がいいからさ、ちょっと困りまんな、偏りまんま俺めっちゃあるでしょ、下のにもらう、こっちゃんもいますよ、混ぜてますよ、むしろもう出過ぎ悪いやから混ぜちゃってますよ。でね、なんか関係ない星56が出ちゃうということで、コラボ関係ないやろということでなかなか甘くないということで、残念無念でございましたね。まあまだ黙り次第、最終日になんとか少しでも引けるかな、どうかなってところですね。ちょっとでも引いて、この残りの2台回収できたらありがたいですけど、ございますけれども、やっぱシングルじゃ余らないっすなシングルで確定演出を引こうと思ったら余らないということで、この方も強いですね、惜しいですね、惜しいですね。ボーダータウン、この方も強いっすよね、友情コモもいいし、友情コモも SS も強いっすよね、定食に最初に見た時、ああだよね、これ一発目こいつあれっすよね、あのボスに触れといて暴れ回って、止まった時に、最後にボスに殴り行くみたいな形の流れで SS を使うのかな。この方はねもう、厳選、あとコラボクエスト、この方適正のねある場所がありますから使わせてもらっておりますけれども、ね、無難にいいっすね、以上も SS も。ただこれはちょっと当てるのが厳しいかもしれないですね、私当てるのが厳しいかもしれないですね、本当に。はい、ということでまだ貯めてきてリベンジの応じたいと思います、リベンジの応じたいと思います。16日までか、まだだいぶ期間がね ありますから、それまでに少しでも、石のをかき集めてまたまた引かせていただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイチャン。